朝のご挨拶 A です。ごきげんよう。これバイランドっていうバラですね。こっちはこんな風に、おはようございます、綺麗に剪定されてます。昨日ですね、この剪定をなさるてる方とお話をさせていただいて、すっごく爽やかな方で、なんと、もうものすごい歴史を誇る、あの植木屋さん、植木屋さんのですね、もう今会社になって、ますけども、まあ港区の指定管理制度という中で、あのこの公園の植木をですね、管理されてるんですね。いやー、爽やかな方でしたね。なんかもう本当嬉しくなって、で、あの植物に対する愛情っていうかですね、今年はあの7月、8月、やっぱり雨が多かったですもんね。で、こうすると、あのこんな風になるんですよっていう話をですね、一個一個私が聞いたことに、もうバシッと答えていただいて、もうやっぱり感激しましたね。若い方だったですけど、本当にこう、なんとかな、心まで現れるっていうか、昨日ツイッターの難しさをつくづく思ってて、自分がその引用って、動詞って、やってるんですけど、それを自分が言ったことみたいに誤解されて、ちょっとね、ずーんと来てたんですけど、もうあっという間にこういう青空を見たような、そんな感じでしたね。で、植木屋ですっておっしゃるんですね。いやー、その植木職人さんの誇りっていうかな、まあ、どの職業にも貴賤はなく、すべてあのあれですけど、その特にこのかっこいいですよね。なんか誇りを感じて、あの東京に来るとどっかその根っこが取られちゃったみたいな感じを、その高校からまあ浪人してだから特にかもわからないけど感じて言ってたんですね。言葉も違うし、で自分の言葉を喋るとなんとなく田舎者だとバカにされるような感じがして、でも違うんですよね。東京っていう町の持つなんとかな、優しさっていうか、あの伝統160年ですかね、ちょっと何年っておっしゃったか、その元の植木職人さんの代から確認できるぐらいまで、それだけ続いてるんですね。あの会社そのものは60年ですか。ちょっとやっぱりすごいなって思いましたね。で、やっぱりそういうこう一途に頑張っておられる方とに触れると、なんかさーって邪気みたいなのがこう消えていく。私があの佐賀で楠木の太郎さん、二郎さん、三郎さん、四郎さんはちょっと倒されちゃったけど、ずっと木に話しかけて、彼ら彼女らからこう、まあ、木にお勧めしたんですかね、あのもらうような、そういうなんか永遠とした、なんて言うんでしょうかね、土に根ざした強さっていうかな、を感じましたね。いやー、嬉しいですね。本当に嬉しかった。さて、昨日野党合同国会やったんですけども、役所の皆さんもよく答えてくれてありがとうございましたね。もういろんなお医者さんや、あの現場の方々からあれをやってくれ、これをやってくれっていっぱい来るんですよ。でもその限られた中でね、質問をしていくわけですけども、昨日は大きく3つのパートに分かれてたんですね。まあ4つか、1つが
前回の宿題だった、休業支援金のことですね。これ、またやってくれたんですね。よく頑張ってくれましたね。でも、制度の改正ってとこまではやっぱりいけないんですよ。直接ね、事業者に休業の証明っていうかな、してもらわなきゃいけないし。で、それでもうどんだけ苦労したかって、そこをね、もう一工夫するためには、やっぱり政治の力が必要なんですよね。政治の意思が必要なんです。だから与党にもそれを見てる人がいるわけだから、こうやれって言えばいいんですよね。それからもう一つは抗体カクテル。抗体カクテルのところも、もう精一杯の答えを出してくれましたね。でも、木村友先生が、これ、バイアルっていうんですね。要するに薬が入ってるあの瓶。二人分なんだそうですよ。で、一人に、診療所で使ったら、もう一人はね、訪問診療してるからその人に使えないかって。で、体制がどうのこうのってね、梅田さんもこう一生懸命こう、現地を取られちゃいけないし、かといってゼロではいけないからっていうんで、もう微妙なところをこう答えてくれてましたけど、あれも梅田さんがあのレベルで最大のことを言ってくれてるわけだから、その先を政務三役が引き取ってこれやりますと言ってくれたら、助かる命があるわけですよ。もう今日もまた自宅でね、放置されていた、放置っていうか、もうそういう話ですよね。で、昨日論文読んでたら、やっぱりこう無症状の方でも約2割がその後遺症に悩んでおられるという論文があってですね、本当このウイルスは厄介ですね。だから厄介だから、早期発見、早期診断、そして早期治療、早期保護、これが必要なんですね。それができる国なんですよ。だけど政治が空白で、よく私たちが一日、例えば大臣が辞めてですね、審議ができなかった、あるいは答弁が混乱して審議ができなかった、そうすると一日止まると野党の審議拒否だ、税金泥棒だとかいう人がいますけど、その人に問いたいですね。あなた、今の政権が100日以上国会を開くのをから逃げ回ってるのをご存知ですかと。憲法に基づく義務でさえ果たしてないの、これ税金泥棒でないですか。いや、私ね、国会議員は税金泥棒とか言うの間違ってると思いますよ。それぞれね、国会が開けなくても一生懸命やってるわけですから。だけども開く義務があるのを開かないっていうのを、これに何も言わんっていうのおかしいでしょ。やっぱりあれですね、民にする議論、攻撃のための攻撃だったんだというふうに思いますね。そうそう、擁護集団なんですよ。擁護集団がいて、そしてそれがある意味もうシステム化されてるんですね。だからワクチンが遅れたのも野党のせいだっていうわけですよ。はあ、そうですか。そんなに力のない与党の皆さんですかと。森友問題の赤木ファイルだって、もう出さんとなったら、てことになっても出さんじゃないですか。ね。もう隠蔽、改ざんまで口つぐんでるじゃないですか。野党のせいでワクチンが遅れたなんていうのはね、驚くべき話ですよ。でもね、そういうことやってると、中が腐ってくんですよね。昨日、ある、まあ私に言ってる人は、外に言ってくれっていう思いで言ってる与党の関係者の方ですから、中の話を外に、ばらしたなんて思わないでくださいね。私はそういうことは絶対しないです。言わないでくれって言われたことは言わない。でも、言ってくれって、大体僕が言う、私が言うんじゃなくて、自分で言えやっていう話なんですけど、昨日の話は面白かったですね。菅総理のままでやった方がまだ良かったって、もう早速後悔してるって、外に言ってくれんかって。それどういうことって。僕らは逆に、
それ野党の話じゃないのって、そのまんまやるともう200を超えて政権交代までいくかもわからんからって、いやいや実はそうじゃないんだと、自分らもああやって引きずり下ろすやつらがいたけども、その代わりがもうグダグダで、こんなもの29日まで持たんっていうわけですよ。まあ普通考えたらそうでしょうね。菅総理が衆議あの人事を行っておられなければ立ち往生しなかったっていうわけですよ。どういうことって聞いてみると、あなるほど、その人が言うにはですね、政治家はやっぱり得意なところで失敗するっていうんですよ。それ意味がわからんからもっと早く言ってくれと。それ何かっていうと、菅総理はその内閣人事局にしろ、あるいはその消費増税のタイミングにしろ、役人さんとかその政治家をこう無派閥だけど人事っていうところで上手に上手にやってきたと、まあ人事の菅と言ってもいいと。で、往々にして政治家は自分の得意なところで失敗するんだと。なるほどそうかと。あの時人事を二階さんを変えたり、あるいはその組閣をするとか、組閣をすればまた突破口が開けると思われたんでしょうね。でも派閥がそれは許さんと、出さんと。そうですね、解散総選挙で負けるかわからんというか、その確率が高まっている人に、人を出さなかったわけですよ。でも逆に言うと、あれあのまんま国会を開いて審議をして、あるところで解散してたらまだ良かったというわけですよ。それどういうことって言うと、今のこのグダグダの状況でもう内部瓦解してると。で、自分たちは今本命視されてる人がいいなんて全然思わんと、もうまさに時限爆弾だっていうわけですよ。はあ、なるほどね、そういうことかって思ってですね、政治っていうのは難しいもんだなってその彼は言ってましたけど、評論家みたいなこと言ってんじゃないと、逆に今の空白の責任ちゃんと取れと。それだったらもう一回開けばいいじゃないかと。解散でも何でもやらないと、一次補正はもうどう考えたって年明けになるぜって。年明けになって、あすいません、これ喋り方で誰か分かっちゃいますよね年明けになりますよと。年明けになって国民の皆さんがもっともっと今でもものすごく困っておられるのを何だと思ってんだって、それみんなに言えよって。いやいいよって、解散してくれるんだったら早く解散、今のままだったらもうどんなに早くたって10月の半ば以降に解散でしょ、解散しようと思っても。1ヶ月違うからねって。この1ヶ月でどれだけの人が助かると思って、いやいや1ヶ月の違いじゃない、ここでやるかやらないかはそれこそ2ヶ月3ヶ月違う。この2ヶ月3ヶ月の間の命の重み、それを考えてみてくださいっていう話をいたしました。さて今日はこの後野党国会対策委員長会談です。最初にですね、すごく爽やかな今バイランドに立ち上がるときにトゲが、このトゲでやられると超痛いですね。やっぱりね、喋りながらって人間というのはいくつもいっぺんにできないんですよね。いや、ほんとトゲ気をつけなきゃいけません。今、トゲにやられました。うわ。ありがとうございます。ほんと綺麗な色ですね。これちっちゃいんですよ。ほら、指。こんなちっちゃいんです。じゃあ皆さん。そうそう、綺麗な花にはトゲがありますね。これしか咲いてないんですよ。っていうか他は剪定してくださってて、これもですね。じゃあこれで永遠をありがとうございます。ごきげんよう。気合いで